ハイコなんです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、ツチノコに勝った回数が38回、もう少しで金食い姫がゲットできます。ちょっとねそこまではやりたいなと思います。そしてごくツチノコに勝った回数今6回なので、次いよいよ最終決戦7回のねレベル7行きたいと思います。レベル7はね相当やばいらしい。さあご褒美交換します。ツチノコこれね欲しいんですよ。技レベル上げます。これはね獲得 Y マネーアップということで、ちょっとね後ほど使ってみたいなと思います。さあそれではフルパワーでいきます。強さ6倍。さすがにツチノコレベル39にもなると HP がね3100ということで、もうフルパワーじゃないとね全然歯が立ちません。結構ねこのスタミナ制になってから厳しいよね。まあ4時間に1回しか挑戦できないっていうね、まあそんな感じ。まあ1日は24時間あるんでね6回挑戦できます。まあなかなか寝る時間もないけどね。さあミッション中ですね。ミッションは確実にこなしていきたい。ミッションを取ると取らないではだいぶねダメージ違います。残りは14000。これね一気にいきたいな。おいい感じ。ミッションクリア。パーフェクトです。プラス530、580。さあそして森神レックス、これはね見すれません。6倍だからね、6倍の6倍だから36倍かよくわかんないね。もう6800とかいっちゃうからね、もうほぼほぼ他のメンバーが誤差の範囲というね。さあまたしてもミッション来ましたね。これはミスれません。おっと若干取りこぼしたけどミッションクリア。905、951。さあ残り2700。これいけるか。大黒天配置的にはね非常に簡単な配置です。いくぜ。あー若干それた。983。あーちょっと残った。1600。なかなかフルパワー2回でも無理か。ダメージは15200。おー一気にいったけどまだわずかに残りました。158ワイポイント。おフレンドが倒してくれました。レベル39。そして25ポイント。それではねイベントミッションやっていきたいと思います。ツチノコの里の試練4ですね。ツチノコの里のステージ13をなんでなんを使ってクリア。ご褒美は水色コインです。こちらやっていきます。先ほどゲットしたツチノコ使います。獲得 Y マネーを増やす。アップド41ポイント。そしてなんでなんサボりですね。オンモランキ全体攻撃。トウシロザメ回復です。そしてウィス男単体攻撃プラスサボり。さあこんなメンバーでいきましょう。ツチノコの里のボスツチノコ星人、これね仲間にできたらね嬉しいんですけども、できませんね。好物が与えられません。さあなんだかんだ言ってもねボスなんでそこそこは強いと思います。まあなんとかフィーバータイム持ち込んで必殺技叩き込んでいけばまあいけるでしょう。皆さんどうですか、イベントミッションやっていますでしょうか。もう全てクリアした。結構ね今回イベントミッションたくさんあるんで、なかなかねおはじきバトルとかばっかりやってるとねイベントミッションがねなかなか消化できないっていう。さあフィーバータイム。ツチノコからの獲得 Y マネーアップ。これがねどれぐらいアップするのかがね微妙っていうかよくわかんないんだよね。まあがっつりねもう2000ワイマネーぐらい
もらえるんじゃねっていうちょっと期待はねしちゃいますけども、技レベル2に上がったからね。さあワンフィーバーではちょっと厳しい。もう一発打ちたいね、このサボり中に。さあ土の子もう一発かけるぜ。これでまたさらに獲得倍までアップですよ。もうどんだけアップするんだっていうね。さあもう一発、あっとフィニッシュ。おーっと何か落としたぜ。おー 97Y マネーアップしたのか、なんかよくわかりません、微妙です。おー土の子出現、いよいよレベル40来ましたね。32450、これを倒せばあれがもらえる。さあ報酬いただきます。おー 150Y ポイント。さあついにねレベル40の土の子まで来ましたよ。ここまで長かった。さあもちろんフルパワーでいきます。残り16000、これで金食い姫がゲットできる。まあゲットできるっていうかもらえるわけじゃないんだよね、 Y ポイント交換なんだけど。まあでもこれは必須でしょ、これあった方がいいよね多分。レベル7のね極土の子が相当やばいんで、もうやれるだけのことはやっておいた方がいいでしょう。レベル7の極土の子30分で倒しきらないといけないんでやばいです。さあパーフェクト。さあ森神レックス、ここはミスれない。そしてミッションもついている。おっと若干取りこぼしたけどこれはセーフでしょう。あー失敗か、マジか。まあそれでも8095強力です。さあ覚醒エンマーど真ん中、これは簡単な配置。おいったね。さあ残り1250、これはね削りきりたいけどいけるかな。大黒天パーフェクトを取れば、あー若干それた。これね難しいんだよね、このプニのこの速さとかもねいろいろ関係してくるんで。あでも倒せましたね。さあレベル40、16595、ギリギリ倒せました。これでやっつけた回数40回、 194Y ポイント。お5つ星コイン、これは嬉しい。おっとここで極土の子レベル7来るか、まだ準備ができてね。まだ今来るか、すかさず来るよね、マジでしょうがねえな。でも金くん姫もらいます、3200ポイント高いよね。まあでもしょうがない、これがないとレベル7倒せないんで。さあ来たぜ SS ランク金食い姫、友達になりました。薄ら影だね。さあ金食い姫ちょっとね使っていきたいなと思います。攻撃力アッププラスダメージカット、これはね強敵に使えるんじゃね。そして薄ら影の種族効果アップありますね、これは結構使えるよね。そしてウィス男、森神レックス、直線なぞり消し、トウシロザメ回復です。そしてオンモランキ全体攻撃。さあこんなメンバーで土パンでねちょっと実力をね見てみたいと思います。まあ言ってもね SS ランクの攻撃力アップなんで相当強いでしょう。まあ土パンもね相当強いけどね、土パン欲しいんだよな、これ仲間になってくんないよね。土パンが今あれだよね、課金でしかゲットできない、しかもその課金っていうのがなんかすごい何万も課金するとこのレベル5のステータスが上がっていってもらえるっていうね、
なのでちょっと相当厳しい。確かね10万ぐらい課金しないともらえないんだよね。やばいよね。さあ出していくぜ。この森神レックスのね必殺技も強力です。さあこれワンフィーバーでいけるか。そしてウィス男、おいったぜ、強えなやっぱり。金食い姫、これはね使えますね。経験値結構入るな。超土の子の里のステージ25をランク B の妖怪のみでクリア。スコアのお札、これやっていきます。ランク B 縛りだからね相当難しいよね。ランク B ってあんまり使わないんで育ってないんですよね。さあモレゾーいきますよ。お、ランク A の星のミッションもあると。まだね星集めね全然やれてないんですよね。なんか星集めで確かミッション報酬があったんで、まあ、イベント期間中にはねやりたいと思いますけども、なかなかねおはじきバトルでやれてません。つえーな、つえーぞ、漏れぞつえー。なんとかフィーバータイムに持ち込んで妖怪ガッツ系の攻撃力アップからの強力な、一応ね B ランクのアタッカー揃えたんですけども、すげえな、やっぱ3体敵がいると。あーやられた、マジかマジか。ちょっとね作戦変えましょうか。ちょっとねメンバー変えます。回復系をちょっと多めに入れていきますよ。ちょっとねさっきは HP が少なかったんでやられちゃったんで、妖怪ガッツ系これはね回復プラス攻撃力アップ使います。そしてキジニャン HP 回復、無茶ぶりっ子、こちらも攻撃がね強力です。そしてキズナース回復です。サルニャン全体攻撃、敵がね3体だったんで、まあ、サルニャンみたいな全体攻撃系の強いやつをね入れておけば、まあ、結構ね使えるんじゃないかと思います。まあさっきよりね全体的にレベルの高い育っている妖怪を入れたんで、まあなんとかねフィーバータイムまで持ちこたえるんじゃないかと思います。フィーバータイムまで持ちこたえることができれば、まあ強力なサルニャンあたり出せばね、まあワンチャンあるかなと思います。ちょっとね回復で時間稼ぎます。結構ジガジーさんとかこんな強いのか。まず回復です。ちょっとね若干妖怪ガッツ系が溜まっていない、ピンチ、攻撃力アップなしでもいけるか。サルニャン行くぜ。お一気にいった、つえサルつえ。そしてガッツ系からの無茶ぶりっ子。さああと2体。さあこれでジガジーさん1体いけるか。なんとかご利用していきました、フィニッシュ。ランク縛りミッションは辛いよね。お、サルニャンがレベルマックスまで来ました。さあ報酬いただきます。スコアのお札いただき